光発電で地域づくりを応援するクレストが12時をお知らせします。高知和彦民謡を考えよう。はい、高知和彦と民謡考えようの時間やってまいりました。本日は10月の5日になといびん木曜日ですね。沖縄は晴れのち曇りとなっております。はい、今日からですね、なんとですね、ここ FM2 来の番組が僕のふるさと久米島にも放送されることになりました。いやー嬉しいですね、ありがたいですね。久米島の方では、金曜日、毎週金曜日の夕方4時からのね放送になってますのでね、どうぞ、ゆるい番組になってますが、僕の声歌声などもですね、久米島に流れてね、ちょっと久米島に貢献できているかなとね思いつつですね、またちょっとほんわかしている今日この頃ですが、今日はですね、ゲストさんお呼びしておりますね。僕の師匠にあたる、ツアー公演先生をですね、お呼びしてますので、まあ後からですね、ちょっとお呼びしますので、まあ、12時半ごろ、来ると思います。まあ、先生が忘れてなければですね、来ると思いますのでね、楽しみに待っていただければと思いますがですね、いや第1回目久米島放送なんですけども、何から CD 流そうかなってちょっと思いながらですね、今日もこの CD 持ってきたんですけども、でこちらから行きましょうかね。那国から行こうと思います。では、ツアー高徳さんの CD から、1曲目、那国、お聴きください。どうぞ。Thank you.
はい、那覇区にお届けいたしました、ツアー高徳さんからの那覇区にですね、弊社は、うちの師匠のツアー高徳先生となっております。最近ですね、沖縄も非常に、涼しくなってきてですね、北海道はもうなんとも雪が降っていると考えないですね。まあ、寝るときはですね、やっぱクーラーつけないと寝れない日々なんですけどもね、こういう時ってやっぱ体調が崩しやすくなりますのでね、皆さんもね、体調管理、しっかりしていただきたいと思いますが、最近何ですか、時計をですね、ちょっと手に入れて、見えますかね、この時計、ガーミンっていうね、ちょっとねメーカーなんですけどもね、その時計がですね、まあ何歩歩いたか分かるとか、で、なんていうんですか、心拍数もね、分かるとか、で、目標を設定したら、そこまでね、目標を達成するまでね、この数えるとかね、いろいろ設定があるんですけども、これが、携帯電話、ね、スマートフォンと接続できてですね、Bluetooth ですね。で、まあ、音楽も聴きながらっていうのを、そう優れたウォッチなんですけどね、それを手にしてからですね、わかりますかね、ちょっとね、長袖履いてこうタオル巻いて、今年までにちょっとね体重を減らそうかなと思って
まして、それでなんと今酒も飲んでないっていうね、まあ、ほぼ飲まないんですけどね、毎日ね、まあ、禁酒っていうか、もう酒も今ちょっと控えて、なんといつも前まではですね、お昼ぐらいまでね、ぐうたらして寝てたんですけどもね、まあ、夜ちょっと遅くなったりとかしてですね、それを、まあ、今でも一応遅いんですけども、寝る時間はやっぱなかなかね、帰ってくるのがね、遅かったりとかするんですけども、今なんとですね、6時前に起きてますね。朝の、夕方じゃないですよ。朝の6時前に起きて、何をしてるかというと、ウォーキングしてますね。はい。わかりますかね、もう、この顎のラインがすっきりしてるの。ね、ユーストリーム見てる方、YouTube 見てる方ね、シュッとしてましょう、シュッて。ね。で、今体重がですね、まあ、2キロなんですけども、10キロぐらいね、目標、ね、今年中にはできたらいいなと、ちょっと考えてますけどね。ちょっと気合い入れすぎすぎですね、まあ、ちょっと形から入る部分もね、自分の悪い癖があって、ちょっとね、このシャツ、ね、このね、シャツね、ちょっと加圧されているシャツで、すごい、フィット感がある、ね、運動に優れたシャツなんですけどもね、それで、運動しております。今年中にはですね、10キロ痩せたらいいなってちょっと目標があるんですけども、じゃあまた一曲ですね、行こうと思います。今度は、こちらの方から、トゥンバラナークニーから夜間の浜まで、流していこうと思います。ではお聞きください。チャーコードさんからトゥンバラナークニーから夜間の浜、どうぞ。
チャラバイスラサユユイハネキドンドン。はい、トンボルナークニーから、夜間の浜までお届けいたします。ではですね、告知の方もいきたいと思います。本日、10月5日は、1時からですね、4時まで法律相談の窓口を、あります。相続や土地問題、または離婚や金銭問題などに関する法律のことについて聞いてみたいことや、相談したいことはありませんかと、沖縄弁護士司会の弁護士が相談に応じます。相談日程日の午前10時から、電話番号はですね、メモの準備よろしいでしょうか。098-836-4910、 お電話番号は098-836-4910 にて予約受付を行い、予約済みの方について、お昼1時から予約順に面談による相談を開始しますので、場所の方がですね、那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります総合行政相談所までお越しくださいませ。お越しの際は、バスタクシーをですね、ご利用していただきたいと思います。そしてこちら、ラジオ沖縄県警からのお知らせでございます。10月11日から10月20日までの10日間、全国一斉に地域安全運動が実施されます。本運動は全国重点として、子どもと女性の犯罪被害防止、特殊詐欺の被害防止、また本県地域重点として万引き等の、被害防止、自転車等の被害防止を推進することとしております。沖縄県沖縄地区防犯協会では、この運動を効率、効果的に推進し、地域住民の 防犯意識を高揚させ、犯罪のない安全安心な街づくりのため、平成29年全国地域安全運動沖縄地区出発式を、開催します。開催日時は10月11日午後5時から午後6時までの間、開催場所はイオンモール沖縄ライカム1階イベント広場となっております。本室、式は県、空手中学校チャンピオンの五重区中学校荒谷音羽さんでいいですかね、さんの、夜空手演舞、五重区シーサーキッズによる獅子舞アトラクションが特別ゲストとして出発式を盛り上げることとしております。地域の皆さん、ぜひ、29年度全国地域安全運動沖縄地区発達式に、参加してくださいませ。お待ちしておりますと、ね。ぜひともね、ライカムの方に遊びに来てください。買い物をね、もしながらですね。そして、第2回伊平屋ビレッジトレイル、ラン&ウォークっていうことですね。伊平屋島をですね、回りながらランニングができるということですね。24キロが100名、そして12キロ100名、6キロ100名とですね、300名で達するんですかね。マラソンがございますのでね、応募期間が10月1日から12月18日月曜まで、10月1日から12月18日までとなっています。ただですね、定員達し次第締め切りさせていただきます。マラソンの日がですね、1月27日土曜日となっておりますね。
詳しいお問い合わせはですね、こちらまで、お電話くださいませ。アウトドアショップ、ネオスさんの電話番号が 098-877-6122、 アウトドアショップ 098-877-6122 ですね。そして、イヒアソン役場の方が 098046-2800、 098046-2800 となっております。また、インターネットでもイヒアビレッジトレイルの方を検索したらまたバーって出てきますのでね、見てみてください。そして、わとですね、内縄口、演劇集団日賀座がございます。こちら10月9日、もうすぐですね、はい、ございますので、ね、会場は1時半、開演がお昼2時となっておりますね。場所がこちら茶谷二来家内センターホールの方でございます。入場は無料となっておりますので、ね、ただし整理券が必要となっております。整理券はね、こちらの方のまでお電話くださいませ。098-936-3492、 098-936-3492 となっております。ね、整理券なくなり次第また配布をね締め切れさせていただきます。そして、こちらですね、さてこの度、株式会社アソシアでは、平岡貞之さん&ワッシーナ夫妻を講師に迎え、発達障害の講演会を実施する運びとなりました。講師の平岡貞之さんは県内外のメディアに多数、出演し、発達障害等のある家族に対する関わり方やサポートについてのノウハウを分かりやすく広める活動をしております。講演会後には発達障害あるあると題して、株式会社アソシア代表の神谷雅人さんを、踏まえてクロストークも開催いたします。つきましては保育教育関係に関わる多くの方々にご参加いただけますよう、講師会の、処置のご協力をお願い申し上げます。タイトルの方がですね、なんていうんですか、平岡貞之さん発達障害講演会っていうことですね。うちの火星人の取り扱い方について教えますということですね。はい。場所がですね、ヒルトン沖縄茶谷リゾート1階、日時が10月9日になりますね。お昼1時から3時まで、受付開始が12時半からなりますね。参加費が500円となっております。お問い合わせ番号がですね、 098-989-1818、 お電話番号 098-989-1818、 あさとさんとギャラさんが担当しております。どうぞですね、ヒルトンの方まで足を運びでいただきたいと思います。そして、こちら11月9日、来月ですね、認知症の私は記憶より記録ということですね。会場がパレット市民劇場、時間がですね、お昼の2時から4時までとなっています。こちら、入場無料となっておりますのでね、ぜひともですね、認知症はね、ですね、必ずね、誰かが絶対かからないというわけではないんですね。ぜひともね、この知識を学んでいただければと思います。お電話番号はですね、こちら、098-882-1482、 沖縄県介護実習、共有センター 098-882-1482 までとなっています。入場無料なのでね、ぜひとも早めにね、ご連絡していただければと思います。そして、こちらの方もございます。那覇市民芸術祭、11月31日から11月5日、こちら入場無料となっております。ギャラリーはですね、パレット雲寺6階となっておりますね。
朝の10時から夜の7時までとなっておりますね。また作品募集ということですね。作品これ僕も出したいよ、私も出したいよという方はですね、こちらの方までですね、ご応募してくださいませ。出品料はですね2,000円、大人2,000円ですね。で大学生以下が1,000円となっております。こちら受付がございまして10月の23日までとなっていますね。お詳しいことはまたこちらの方までお電話くださいませ。那覇市民芸術実行委員会の方がのお電話番号は 098-861-1908、 お電話番号が 098-861-1908。 はい、じゃあこちらの方までお電話くださいませね。またいろいろね、書くのもあるようなので、そちらの方でもらえると思いますので、よろしくお願いいたします。そして、最後はこちら、ジャズ・イン・南城、11月12日日曜日となっておりますね。場所が南城市文化センターシュガーホール野外ステージでございます。会場が1時半、開演が2時となっています。全席自由席となっておりますね。特別前売りが2,500円、こちらシュガーホール前日までの購入場合ですね。一般前売りが3,000円、電話などで予約した場合ですね。そして一般当日が3,500円、高校生が前売り1,000円、当日が1,500円、中学生前売りが300円、当日が800円、小学生前売り200円、当日が700円になりますね。シュガーホールお電話番号ですね、 098-947-1100、 お電話番号が 098-947-1100 となっております。はい、では、1曲歌っていこうと思いますが、ライブ配信もしね、やりながら行こうと思います。では、今日はですね、何を歌おうかなとね、ちょっと迷ったんですけどもですね、せっかく久米島初、今日からですね、放送ですので、ちょっと、縁起がいいというか、季節の変わり目の歌でもね、行こうと思いますが。では、梅の香り行きましょうかね。はい、高知からじゃなくて民謡考えようお時間です。久米島、今日から、放送となります。曜日にしたら明日金曜日の4時からですね。では、まずこの曲から梅の香り。
花さ花さちゅる父や市ヶ谷ゆら市ヶ谷ゆら花さちゅる父や。奥山の花ん七町どさちゅる すだち すだちてる海の茜うちゅうみ茜うちゅうみ育ててる海の三島重ねて花の島ゆややくいじの花盛り昔とたといの糸やなち火事の薄ままなりすみる海の匂いや縮むら玉の行ち湯に頼き咲く花の色かじみじらしや日々の営みに聞いてよもはや食い意地の弓の間に暮らす生きがの足びます先や生きがのにびすいて年に一度の八日の日しじみすいなはうまんちゅうのすろき足ぶるにぎやかさことや三心おとすろき